Et re tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Samurai Warriors 5, toujours au chapitre 4, donc on arrive vraiment à la moitié du chapitre. On va terminer cette semaine avec une bataille annexe, hein, de la seconde branche on va dire. Et c'est parti. Donc toujours en mode normal, solo, et on y va doucement. Donc, toujours aussi en mode Musou.各地で織田の反抗勢力が兵を挙げ、信長包囲網が形成される中、こうするように武田信玄も動いた。大軍を率いて甲斐を発した信玄は精神を図り、家康の本拠である三河へと侵入する。家康は信長に救援を要請するも、信長は反抗勢力との戦いに追われ、 援軍を出す余裕などなかった。最強を誇る武田の大軍を間近にして籠城すべきか迎撃すべきか、家康は難しい決断を迫られる。三方ヶ原の戦い。 武田勢は我らを無視して三河を抜ける気配にて、ここは下手な手出しをせずやり過ごすのが上策かと。間近に敵がいるってのに見て見ぬふりをしろってのか。情けねえな。三河武士の名がなくぜ。それに武田が進む先は兄上の領国だ。ここで止められないなら 私は何のための名優か。勝算があるならばわしも止めはいたしませぬが、こたびは相手が悪すぎる。確かにいたずらに戦を仕掛けても家臣を危険にさらすのみだろう。しかしもうあんた当主でしょ。ビシッと決めなさいよ、ビシッと。 やはりこのまま何もせぬというのは兄上の盟友としてあまりに情けない。出陣するぞ。そうこなくちゃ。むしゃぶるいしてきたぜ。ならばせめてわしが物見から戻るまでお待ちあれ。どこぞに勝機が転がっていないか探ってまいりましょう。 この乱世、ちゃっちゃと片付けましょう、家康。 Alors, ce qui me semblait. Révolution, qu'est-ce qu'elle a en dégâts de zone? On va lui mettre ça. Après, même ça, l'accélération, quoi. Autant garder une jauge pour le Musou en soi et après équiper les trois autres d'attaque. Je pense que c'est le mieux à faire. Et c'est parti. Mikata no toide o torare nagara, Shinden ga sarano, te o komanete mite iru nado, taerare nai. 半蔵はまだ物見から戻らないようだが、待っている望みなどない。皆の者、出陣だ。精神せよ。手触りの砦は見潰して構わぬ。戦つ。殿をお守りするのだぞ。うちに。そんな。 Déjà de 1 de fait. Tono no tame, Iksaba ni tsuru nara ba, honmo yo. Utsujiri! On va essayer maintenant d'avancer avec ce qu'on a. Hein. Comment ça, toi, tu sais parer?
私のために信玄、お前を討ち取り皆の胸を晴らせ。徳川の小僧が激している。面白い。僕の違いというものを教えてやる。遊び上げる。終わりよ。信玄に進軍が止まった。これは好機だ。攻め手を休めるな。Par contre, avoir les deux personnages dans la même, on va dire, dans la même zone, ça me plaît pas trop. Bah, essayer de la faire progresser vers l'ouest. Je vais switcher, modifier ordre. Toi, tu vas aller t'attaquer ici. Par contre, toi tu continues vers le nord. いざや、尋常に勝負せい。敵将、討ち取ってやったわ。ここで死んでは銃を尽くせぬ。交渉で鳴らす岡部、俺たちの結束には太刀打ちできなかったようだな。我らを阻む者は死にかけた。今こそ信玄に向けて進軍するぞ。開門。読みが当たったようだね。今だ、かかれ。開門。Là, on est tranquille. On tue l'officier. 返り討ちだ。どうやら城の近くにいた敵勢は我らをおびき寄せるための餌だったらしい。J'en termine ici.Pour de bon,次々と敵勢が。この状況で正面突破は臭く、何か別の手を考えなくては。おお、敵の二打を奪えたようだな。おそらくは兵糧であろう。これは助かると。奪った兵糧は残らず兵に分け与えよ。腹を満たしてこの激戦に耐えるのだ。はい、立て。On avance plutôt bien. Xena, elle va les suivre. Toujours rester à proximité. Ici. はあそこだな。者ども、撃ってでよ。敵総大将を撃ち取ってしまえ。もしかしたら、俺たちのタンク。スパーブ、あれは、あれを集団。我らは山道を迂回して、信玄を目指すぞ。オブジェクティブ。よし、
伏兵の奴らをねじ伏せてやったぜ。三河者を勢いづかせてしもうたか。やっふっやっふっやっふっ者か家康が二人くだらぬ策を使いよってこの共に葬ってやるわ。この策を見破られれば信玄に近づける。みな、感想を私と思って守り抜くのだ。敗北調停変更。任せなさい。若は豪華性は助かり申したが、これでは影武者となった甲斐がございますのか。我が国は己が力で守らねば。開門。受けたまわった。別動隊も順調に進んでおるようだ。わしらも一層奮起せねば。山道にネズミが紛れ込んでいる。排除しておけ。ここにも伏兵が。信玄め周到だ。まだ家康を討てぬのか。みんな急げ。親方様のお叱りを受けるぞ。敵の攻勢がさらに強まったか。助太刀あらばわしもまだ戦えよう。共に武田を打ち払わん。本日のオブジェクティブ。受けたまわった。信玄のもとへ急ぐぞ。山道の敵の勢い侮れぬ。父上、私がこの命に変えても止めてまいります。四郎、騎馬隊をつけてよ。武田の部位をお前が示すのだ。父上の手を煩わせるわけにはいかぬ。武田の威信にかけてそなたらを討つ。よもやここまで来るとは。仕方あるまい、少し相手をしてやろう。幼き頃は物が境遇を嘆くばかりであった若が、こうもたくましくなろうとは。とはいえまだまだ危うい。わしら家臣が支えて差し上げねばな。やった。策がなるまであと少し。それまでは何としても耐えねばならぬ。Le capitaine de cavalerie, il n'y a pas de souci, toi aussi. Mais si, 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 toi aussi. Mais si,打ち取ってやったわ。聞かせていただこう。お見事にございますな。Je ne sais pas si je peux le battre avec un mousse ou pas. S'il n'y a pas d'objectif que je ne pense pas.悪くはないが、まだ及ばんな。俺は先を急ぐ。ここまでにしておこう。危機は去ったが、多くの家臣を失った。私はなんと愚かなこと。帰りましょう家康。私たちの城へ。どうやら危機は去ったようですな。力は尽くしたが、やっぱ強えな武田は。私の身勝手な決断で
多くの家臣を失うことになった。挙句武田を止めることもできず、みんなすまぬ。家康、誰もあんたを責めたりしないわ。私たちはやるべきことをやれる限りやったんだもの。瀬名様の仰せの通りです。大若、悔やんで立ち止まるよりも立て直しを急がねば。そうだな、この悔しさを糧として前へ進もう。聞いたか、信玄の野郎甲斐に引き上げたらしいじゃねえか。そのようだな。兄上に害が及ばなくてよかった。しかしなぜ信玄は上洛を思いとどまったのか。噂では陣中で病を発したとか。案外俺らと戦って疲れちまったんじゃねえか。だとすりゃあの戦も無駄じゃなかったってことだ。もしそうだとしても、私はあの時の決断が正しかったとは今も思えない。あの戦は私の生涯の戒めだ。私は当時としてもっと強く、そして慎重にならねばならない。領民のため、家臣のため、兄上のため、天下のため、あらゆる状況下で最善策を導き出せるようにならねば。まだまだ未熟者ってわけね。ま、少しだけ頼もしくなった気もするけど。そのようですな、若。この先どんな困難に遭うとも、わしらは若についてまいります。Et voilà, donc la bataille est terminée. Voilà, ça sonne aussi la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur Samurai Warrior 5.